アサイドには酒井、低いボールできた、決まったんですね。ニアをすり抜けて決まったようです。先制大宮。今のは最後一平篠塚がラストタッチになるんでしょうか。ちょっと分かりづらかったですが、スローで確認しましょう。触ってるとすると河本選手ですけどね。触ってないな、触ってない、もしくは相手ですかね。そうですね、